バスケットボール男子アメリカ合衆国代表は、オリンピックなどの国際大会に参加するアメリカ男子バスケットボールのナショナルチーム。NBA プレイヤーで固めたチームは、ドリームチームと呼ばれる。1992年のバルセロナオリンピックでは、初めてプロ選手が参加しており、マイケル・ジョーダン、マジック・ジョンソン、ラリー・バードら歴史的な名選手を擁する、このチームは、各試合に、 大差で勝利し、金メダルを獲得。NBA 人気を国際的に高める効果ももたらした。以降、オリンピックを含む国際的なバスケットボール大会にアメリカは、ドリームチームを送り込み優勝を重ねるが、1990年代末より、スター選手の不出場や他国代表の成長により、強さに、陰りが見えるようになる。そして、2004年のアテネオリンピックでは、 ついに金メダルを逃すこととなった。1936年のベルリンオリンピックでバスケットボールが公式種目として採用されて以降男子アメリカ代表は3つの例外を除いてすべての大会で優勝してきた。一つは1972年のミュンヘンオリンピック。次は西側諸国がボイコットした九百八十年のモスクワオリンピック。もう一つは百八十八年の ソウルオリンピックである。アメリカが出場しなかったモスクワ五輪を除き、アメリカが敗れたのはミュンヘン五輪とソウル五輪のみだった。1972年のミュンヘン五輪は東西冷戦竹縄の頃で、米ソは互いに強いライバル心を持っていた。この大会の決勝戦ではアメリカとソ連の代表が対決。試合終了間際の場面でソ連側が審判の判定に抗議し、 時計が試合終了3秒前まで戻されやり直しとなった。同じことがもう一度繰り返された末、アレクサンドル・ベロフのシュートが決まり51から50で、ソ連が勝利を収めるという結果となった。アメリカの強い抗議にもかかわらず、ソ連の優勝は動かず、アメリカが銀メダル受け取りを拒否するという遺恨試合となった。1988年のソウル五輪で、アメリカは再び、 ソ連と対戦した。この時は準決勝での戦いとなったが、ミュンヘンの時のような微妙な判定によるものではなく、82対76と自力の差により破れる形となった。アメリカは、デビッド・ロビンソン、ダニー・マニング、ダン・マーリーラ後に、NBA のスターとなった選手を要していたが、同じく将来 NBA で活躍する、アルビダス・サボニスラを核としたソ連代表に一歩及ばなかった。 アメリカは結局銅メダルを獲得してソウルを去った。バスケットボール発祥の地であり、バスケットボール大国として君臨してきたアメリカが実力で敗れたため、この敗北はアメリカのバスケットボール関係者に大きなショックを与えた。一方で選手構成ではソ連に有利な面があることも事実だった。すなわち出場選手がアマチュアに限定されていた五輪においては、 ソ連を含む共産権諸国は国家のトップクラスの選手が国家公務員というアマチュア名義で五輪に出場でき、かつ国家のバックアップにより競技中心の生活を行えたという利点がある。一方でアメリカはトップクラスの選手がプロフェッショナルで五輪に参加できず、その期欠として伝統的に大学生が主体だった。ソウル五輪まではミュンヘンの例外を除けば、 将来の NBA のスター候補生からなるバスケットボールエリートの学生主体のチームでも東側諸国を退けて優勝することができた。しかしアメリカはついに学生のチームでは勝てない状況に直面した。そしてそのアマチュア主義が見直される時期が迫っていた。1980年代の国際オリンピック委員会はフアン・アントニオ・サマ・ランチ会長指導のもと 財政再建とオリンピックの規模拡大を進めていた。広告関係やロゴの使用、テレビ放映権などで収入基盤を充実させていく中、サマランチ会長は世界最高水準の選手がオリンピックに参加すべきという発言をするようになった。この発言はプロを排除してきた従来のアマチュア主義が見直され、プロ選手の参加を認めることを意味した。 またさらなるオリンピック人気の向上と増収に貢献することも期待された。国際オリンピック委員会の方針転換を受け、国際バスケットボール連盟は1989年にプロ選手が国際的なバスケットボール大会に出場することを認めた。この決定により、1992年のバルセロナオリンピックからプロ選手がオリンピックに出場できることになった。 ソウル五輪で敗れたアメリカとしては、プロが参加すれば勝てるはずだという思いがあり、オリンピック委員会の新方針とフィバの決定は、渡りに船の機会となった。一方 NBA としても、リーグの要する最高水準の選手が、オリンピックに出場することは、リーグの知名度向上に貢献するというメリットがあった。プロの選手がオリンピックに参加できることが明らかになると、 アメリカのファンやマスコミは誰が代表に選ばれるかを話題にするようになった。バスケットボールアメリカ代表選手選考を主観する USA バスケットボールは代表選手選考の時期が近づくとまずマジック・ジョンソンに声をかけた。ジョンソンは1980年代を中心に活躍し NBA ファイナルで5回の優勝経験を持つ名ポイントガードだったが1991年に HIV 感染を理由に突然の引退表明を行っていた。USA バスケットボールの説得の結果ジョンソンは出場を受け入れた。ジョンソンは次に現役時代にライバルとして共に NBA を牽引したラリーバードの説得を試みた。バードは当時怪我をしておりオリンピック参加に難色を示したが周囲の人々の勧めもあり出場を表明した。ジョンソンはさらに 当時人気の絶頂にあったマイケル・ジョーダンも誘った。ジョーダンはすでにロサンゼルス五輪で金メダルを獲得しており、当初出場する意思はないと報じられたが、結局は五輪参加を承諾した。USA バスケットボールは監督としてチャック・デイリーを任命した。デイリーは1980年代を中心に NBA のデトロイト・ピストンズを率いて2度の優勝経験を持つ名称だったが、 1991年にチームが試合に敗れる折に試合終了前に選手たちが会場を去るというスキャンダルを経験していたため一部に監督としての資質を疑問視する声もあったがバッドボーイズと呼ばれた癖者揃いのピストンズを率いていたこともありこのスター集団をまとめられるのはデイリーしかいないというのが大方の見方だった その退場事件の首謀者がピストンズの中心選手だったアイザヤ・トーマスであった。トーマスは実績と実力では代表に選ばれる資格があると考えられていたが、この事件のために選考されなかったと言われている。USA バスケットボールの方針により、チームには大学生が一人含まれることになった。当時デューク大学に所属し、NCWA トーナメントを制覇するなど、活躍していた。 クリスチャン・レートナーが学生選手として選ばれた。大学界で活躍していたもう一人の大物選手、ルイジアナ州大学のシャキール・オニールはこの時は線に漏れている。NBA ではスター選手が一堂に会するオールスター戦があるがその機会には東軍と西軍に分かれて戦うためスター級の選手が集まる一つのチームはいわばファンの夢でもあった。そのため ファンやマスコミは代表チームをドリームチームと呼ぶようになっていた。この時の男子アメリカ代表はドリームチームと呼ばれた最初のチームだったのでドリームチームアイあるいはオリジナルドリームチームと呼ばれている。オリンピックに参加したドリームチームは各試合で相手チームを圧倒し全8試合で平均43.9点差をつけて勝利した。相手国代表選手は試合前に アメリカ代表チームに写真撮影やサインを求めるなど、初めから勝てるとは思っていない状態だった。ドリームチームは予選リーグで6勝0敗、決勝トーナメントでは準決勝でリトアニア、決勝でクロアチアを破り、金メダルを獲得した。マイケル・ジョーダンやパトリック・ユーイングにとっては、1984年のロサンゼルスオリンピックに続き2度目の金メダル受賞となった。 デビッド・ロビンソンにとっては、前回のソウル五輪の雪辱を果たす形となった。しばしば史上屈指の名選手として挙げられる、マイケル・ジョーダン、マジック・ジョンソン、ラリー・バードをはじめ、この初代、ドリームチームのメンバー12人のうち実1 0人が、後の1996年に NBA 史上の偉大な50人の選手に選ばれている。また引退するまでに、 リーグで MVP を受賞した選手は7人を数える。このように高い評価を受けた選手が多数集まったことや、オリンピック中の試合内容から、ファンやマスコミ関係者の多くはこの年のドリームチームを、歴代最高のアメリカ男子バスケットボール代表チームと評価している。他のオリンピック参加選手と違い、ドリームチームのメンバーは、選手村ではなく高級ホテルに宿泊した。 これは不要な混乱を避けるためとされたが、不尊な態度として批判する声もあった。監督人ッコ内は当時所属していたチームや大学。選手年齢と所属は当時のもの。1992年のバルセロナ五輪に続き、1994年にカナダのトロントで開催された FIBA 世界選手権にも NBA のスター選手がアメリカ代表として参加した。この時のチームは、 ドリームチーム2と呼ばれている。ドリームチーム2では、初代ドリームチームに選ばれなかった選手が代表に選ばれた。シュートの名手として名を挙げていたレジー・ミラー、かつてマイケル・ジョーダンとダンクシュートを競い合ったドミニク、ウィルキンズ、NBA の決勝で活躍したケビン・ジョンソンやダン・マーリーなどが含まれていた。この時の代表は、若手選手が若干多いことも特徴だった。 前回のオリンピックでは、先行に漏れたシャキーレオニール、ダンクシュートで人気のあったショーン・ケンプ、小柄ながら、当たりに強いセンターのアロンゾ・モーニングはまだ20代の、半ばだった。初代ドリームチームに選ばれる実力があると言われながら、出場できなかったアイザイア・トーマスは、ドリームチーム2には選出されることになった。前回のドリームチームと違って、後に、 NBA 史上の50人の偉大な選手に選ばれるのはアイザヤイ・トーマスとシャキール・オニールの2人だけだった。オニールはこの時まだ22歳であり、トーマスは怪我で試合には出場できなかった。監督に選ばれたのは走るオフェンスに評価の高いドンネルソンだった。大会の初戦でドリームチーム2はスペインに勝利。ドリームチームとしては際どい15点差の試合だった。 次の試合で55点の差をつけて中国を破るとアメリカ代表は波に乗り最終戦まで平均37.7点差で勝利を続けた。準決勝でギリシア、決勝でロシアを倒しアメリカは金メダルを獲得した。監督人格弧内は当時所属していたチームや大学。選手年齢と所属は当時のもの。 1996年に開かれたアトランタオリンピックにアメリカは3代目のドリームチームを送り込んだ。この年のドリームチーム3は初代ドリームチームにも参加したベテラン選手に加えて新しい世代のスター選手も含んだバランスの取れたチームになった。デビット・ロビンソン、スコッチ・ピッペン、チャールズ・バークレイ、カール・マローン、ジョン・ストックトーンは バルセロナの金メダリストであり、30歳を過ぎている、ものの今まだ NBA を経引する、スター選手だった。ロビンソンは3回連続のオリンピック出場となった。アンファニー・ハーダウェイとグラントヒルはまだプロ入りして、数年の未来を嘱望された若手スター選手だった。シャキール・オニール、ゲイリー・ペイトン、デジー・ミラーは、NBA のプレイオフや決勝で活躍し、存在感を示していた。 ナイジェリア出身のアキーム・オラジュアンはリーグで2度の優勝を果たし MVP に選ばれたこともある大物だったが1993年にアメリカに帰化し代表選手として招聘されるに至ったアトランタに本拠を置く NBA のチームアトランタホークスから代表に選ばれた選手はいなかったが監督を務めたレニー・ウィルケンズはこの時ホークスの監督だった この年の代表選手12人のうち7人が1996年に NBA 史上の偉大な50人の選手に選ばれており、引退までに MVP 受賞を経験する選手は5名いた。選手の受賞歴から判断するならば、歴代ドリームチームの中では初代に次ぐ陣容だったことになる。また試合内容から言っても、アメリカ代表は、 他国の追随を許さない実力を示していた。地元、アメリカでの開催とあって、ドリームチームの試合には平均で3万人以上が、感染に訪れる人気となった。ドリームチーム3は、平均31.8点差をつけて8戦全勝し、前回の五輪に続き金メダルを獲得した。予選リーグの中国戦で、レジーミラーは5本のスリーポイントシュートを成功させ、 オリンピック記録を樹立した。決勝のユーゴスラビア戦では、後半に一時1点差まで詰め寄られるが、アメリカはそこから突き放して、最終的には95対69での勝利を飾った。監督人格好内は当時所属していたチームや大学。選手年齢と所属は当時のもの。1998年には NBA の各チームオーナー側と選手側との間で、 労使問題が発生した。6月にその年のシーズンが終了して間もなく、チーム側が選手たちをあらゆる施設に立ち入らせない処置を取るロックアウトが発動する事態となった。両者の対立は翌年2月まで解消せず、その間選手組合の代表らを除き選手たちは NBA と一切接触を持つことができなかった。したがって、 この年の7月末からギリシャのアテネで開催されたフィバ世界選手権にアメリカは NBA 選手を送ることができなかった。NBA スター選手が参加しなかったこの年のアメリカ代表は一般的にはドリームチームとは呼ばれていない。当初選ばれていたティム・ダンカン、ティム・ハーダウェイ、ビン・ベーカー、ゲイリー・ペイトン、テレル・ブランドン、ケビン・ガーネット、トム・ググリオッタ、グラント・ヒル、 アラン・ヒューストン、クリスチャン・レートナー、グレン・ライス、クリス・ウェバーの12人に代わって、アメリカが代表選手に選んだのは、CBA やヨーロッパのリーグで活躍する選手や、大学生だった。参加選手は後に、NBA 入りするブラッド・ミラー、トラジャン・ラングドン、キワ・ネゲリス、マイケル・ホーキンス、アシュラフ・フアマや、マーティーン・クリーブズなどが含まれていた。多くの選手はヨーロッパでプレーし、 マイケル・ホーキンスは、ユーロリーグの2000年代オールディケードチームに選ばれた。代表監督を務めたのは、ヒューストンド・ロケッツのルディ・トムジャノビッチ監督だった。アメリカ代表は、予選でリトアニアに、決勝リーグでロシアに、それぞれに点差で敗れ、最終的な結果は3位だった。優勝はユーゴスラビア、準優勝はロシアだった。NBA の有力選手なしで残した3位という、 結果を大健闘だと評価する者もいた。ただし、1984年、ロサンゼルスオリンピックまでは、大学生のチームで金メダルを獲得できたため、この年の世界選手権は諸外国、特にヨーロッパ勢の成長が印象的な大会でもあった。年齢と所属は当時のもの。1992年のバルセロナ五輪以来、オリンピックでは無敵の存在であり続けた。 男子アメリカ代表が初めて窮地に立たされた大会が2000年のシドニーオリンピックだった。この時に参加したチームはドリームチーム4と呼ばれるが、ドリームチームの名に値しないと評する者もいるほど危うい場面に直面したこともあった。この年のアメリカ代表にはビンス・カーター、ケビン・ガーネット、ジェイソン・キットなど NBA を代表する選手が加わっていたが、 1992年以降のアメリカ五輪代表チームとまず異なる点は NBA ファイナルでの優勝経験者や MVP 受賞者がいないことだった。もう一人の有力選手で優勝と MVP の経験を持つティム・ダンカンはこの年のアメリカ大陸予選では活躍したがオリンピックには怪我で出場できなかった。もう一つの特徴は主力選手の平均年齢が低いことだった。 前述の3名は20代半ば、あるいは20代前半であり、ベテランの域に達していたティム・ハーダウェイ、アロン・ゾー・モーニング、ゲイリー・ペイトーンは、スター選手の座を若手に譲りつつあった。この年のオリンピックから見られた、もう一つの傾向は、リーグのスター選手に五輪出場を辞退する者が増え始めたことだった。オリンピック直前に優勝し、MVP を受賞していたシャキール・オニール。 同じチームに所属するコービー・ブライアンとリーグで最も人気のある選手の一人、アレン・アイバーソンは私的な事情や健康上の理由などで代表チーム昇平を辞退していた。さらに、12人中ガードの選手が半数の6人となる一方で、センターはこのポジションとしては小柄なアロンゾ・モーニング一人の登録となった。このやや歪なチーム構成は、 大会ではインサイドでの弱さという形で他国につけ込まれ苦戦の要因となった。オリンピックに臨んだアメリカ代表は予選リーグの中国戦、ニュージーランド戦ではそれぞれ40点以上、イタリア戦では30点以上の差をつけて余裕を見せたがフランス戦では12点差、リトアニア戦では9点差の際どい勝利だった。 過去2回のオリンピックでこれほどの僅差で試合を終えたことはなく、リトアニア戦はドリームチームとしては初めての一桁差の勝利だった。決勝トーナメントに入り、ロシア戦では85対70と15点差の勝利。そして、ドリームチームがあわや敗北かと思われたのが続く準決勝のリトアニア戦だった。結果は85対83でアメリカの新勝だったが、 リトアニアの選手が試合終了時に放ったスリーポイントシュートが決まっていればアメリカは敗れるところであった。決勝戦の相手となったのはフランスにも試合終盤に4点差まで詰め寄られたがアメリカはそこから踏みとどまり結果は85対75で金メダル獲得となった。予選のフランス戦で身長215センチのセンターフレデリック・ワイズをビンス・カーターが飛び越えて ダンクシュートを決めるという離れ技も見られたものの、このシドニー・五輪は諸外国の成長とアメリカの脆さが印象的な大会となった。アメリカ代表が観客にブーイングを受ける場面もあった。特にリトアニアやフランスを相手にあと一歩のところまで追い詰められたことで、各国がアメリカを勝てない相手ではないと認識し始めたのが過去二度のオリンピックと異なる点だった。 監督人格内は当時所属していたチームや大学。選手年齢と所属は当時のもの。アメリカのインディアナ州インディアナポリスでフィバ世界選手権が開催された2002年の頃にはアメリカは二つの意味でバスケットボールの国際化を経験しつつあった。一つは NBA で活躍する外国人選手がますます増えていたこと、もう一つは諸外国のバスケットボール代表チームの さらなる対等だった。1990年代にはすでにドラゼン・ペトロビッチ、アルビダス・サボニス、トニー・クー・コッチラ外国出身の選手が NBA でプレーしていたが、チームの中核を占めるほどの選手はまだ少数だった。しかし21世紀に入る頃には NBA のオールスター戦に外国人選手が出場することが当たり前のことになっていた。このような変化と同時に、 各国代表チーム、特にヨーロッパと南米勢が手強い相手になっていることをアメリカは2002年の大会で痛感することになった。アメリカが大会に送り込んだ代表チームは2年前のシドニーオリンピックと同様に NBA の有力な選手を欠く構成となった。参加したポール・ピアース、ショーン・マリオン、ジャーメン・オニールらは運動能力に優れた若手選手だったが、この年に リーグの MVP になったティム・ダンカンや、シャキール・オニール、トレイシー・マグレディ、ジェイソン・キット、コービー・ブライアントら2001から2002シーズンのオール・ NBA ファーストチームに選ばれた選手はみな、代表に参加しなかった。国内でトップクラスの選手を含んでいないこと、そしてシドニー・ゴリンでの苦しい勝利と諸外国の著しい対等により、アメリカ代表チームを ドリームチームと呼ぶメディアは少なくなっていた。大会の初戦、アメリカはアルジェリアを110対60で下し、最先の良いスタートを切った。その後予選リーグを順調にこなしていき、予選の最終戦でアメリカはアルゼンチンと対戦し、アメリカと同様5勝0敗できたアルゼンチンにアメリカは80対87で敗北を喫した。これはアメリカが、 NBA 選手を国際大会に送り始めて、以来初の敗戦だった。決勝トーナメントに進んだアメリカは、トーナメント第一戦の準決勝でユーゴスラビアと対戦した。試合終盤20点のリードを持っていたアメリカは、粘るユーゴに逆転を許し81対78で、敗れてしまう。この段階で、アメリカのメダル獲得の可能性はなくなった。 続く順位決定戦でアメリカはプエルトリコを破るが5位から6位決定戦のスペイン戦を81対76で落とした。大会の結果はアメリカとしては惨敗といえる6位で終わった。優勝はユーゴスラビア、2位はアルゼンチン、3位はドイツだった。この大会に参加した各国代表には NBA で活躍する選手が多く含まれていた。 アメリカを敗退させたユーゴスラビアには、プレドラグ、ストヤコビッチと、ブラデディバッツがいた。予選でアメリカを破ったアルゼンチンでは、エマニュエルジノビリがプレーしており、ダークノビツキーは3位ドイツの主力メンバーだった。これらの選手は皆、NBA オールスターゲームに出場したり、数年後に出場した。監督人格好内は当時所属していたチームや大学。選手年齢と所属は、 当時のもの、2004年のアテネオリンピックにもアメリカは NBA 選手を代表として送り込んだ。2年前の大会で見られたような他国代表の成長は依然として顕著であり、アテネ五輪のアメリカ代表も前回同様トップクラスの選手に自退者が多かった。この時の代表はプロ選手が国際大会出場を認められて以来6度目のチームなので、 ドリームチーム6となるが、この呼び方を使うメディアは、ますます少なくなっていた。2003から2004シーズンの MVP に選ばれたケビン・ガーネットは、代表に参加しなかった。オール NBA ファーストチーム入りした選手のうち、ティム・ダンカンは出場したが、シャキール・オニール、コービー・ブライアント、ジェイソン・キッドの3人は辞退した。五輪参加を見合わせた選手たちは、 主に私的な事情や健康問題、テロの恐怖といった安全上の懸念などを理由としていた。そして選ばれたアメリカ代表は非常に若いチームになった。NBA での優勝経験と MVP 受賞歴を持つダンカンは28歳で、同じく数年前の MVP アレン・アイバーソンは29歳だった。代表のキャプテンを務めたこの二人がチームの最年長で、 20代前半の選手も多く、含まれていた。2003年に NBA で新人王になったアマーレス・スタウダマヤーは21歳。2005年に新人王になるエメカ・オカホーも同じく21歳。そして2004年の新人王レブロン・ジェームズは19歳だった。代表選手の平均年齢は23.6歳だった。五輪開幕に先立ってドイツで行われた。 バスケットボール代表チームによるオープン戦でアメリカはイタリアとドイツに敗れた。NBA 選手を含むアメリカの五輪代表チームが敗戦する初めての例となった。この試合はオリンピック本戦ではなかったがドリームチームがオリンピックで試合を落とす事態が間もなく現実のものとなった。アメリカがオリンピックで最初に対戦したのはプエルトリコだった。この試合で アメリカは73対92と初戦から大敗を喫してしまった。プエルトリコ代表には NBA のユタジャズで活躍するカルロス・アローヨがいた。アメリカは予選リーグで開催国のギリシャとオーストラリア、アンゴラに勝利したものの前回のオリンピックでアメリカを苦しめたリトアニアに終盤で逆転を許し94対90で敗れた。予選を3勝2敗で終え、 アメリカは4位シードで決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント第1試合でアメリカは全評判の高かったアルゼンチンと対戦。試合ではアメリカのエースティム・ダンカンがファウルに苦しみアルゼンチンが89対91でアメリカを下した。ここでアメリカの金メダル獲得の可能性はなくなった。アルゼンチンのエースエマヌエル・ジノビリは NBA では サンアントニオスパーズでダンカンともにリーグ制覇の立役者となった選手だった。3位決定戦でアメリカは再びリトアニアと対戦、外角のシュートを高確率で決めるリトアニアに対し、アメリカはリバウンドを支配し、104対96でリトアニアに勝利。メダル獲得は果たす結果となった。大会の結果は優勝がアルゼンチン、準優勝がイタリア、 3位がアメリカだった。アルゼンチンのジノビリはアテネ五輪男子バスケットボールの MVP に選ばれた。バスケットボールがオリンピックの公式種目になってから約70年の間、男子アメリカ代表がオリンピックで試合を落としたのは1972年ミュンヘンオリンピックと1988年ソウルオリンピックでの2試合のみだった。今回のアテネオリンピックでアメリカは3試合に、 敗れており、過去の負け試合数を一つの大会で上回ることになった。2000年シドニーオリンピックと2002年の世界選手権に続き、2004年のアテネ五輪でも低調なアメリカと台頭する諸外国の対比が顕著となった。アメリカ代表が有力選手を欠く傾向は続いており、一方ヨーロッパ、南米ではチーム作りを積極的に行う国が増えつつある。 6勝1敗でアテネ五輪を終えたスペインなどは国家が少年時から選手育成を行っている。優勝したアルゼンチンは固定された代表メンバーで長期間練習を積んでいた。監督人格好内は当時所属していたチームや大学。選手年齢と所属は当時のもの。日本で行われた世界選手権でアメリカは予選のグループリーグを全勝で勝ち上がり、 埼玉スーパーアリーナで行われた決勝ラウンドではベスト8決定戦でニュージーランド準々決勝でダークノビツキーが率いるドイツを破った。しかし準決勝でギリシャに敗れて金メダルの夢はまたしても絶たれた。3位決定戦に回ったアメリカはそこでエマニュエルジノビリ率いるアルゼンチンと対戦。ジノビリをファウルトラブルに追い込んだアメリカは勝利し3位となった。 アメリカ代表のタオルマフラーは非常に人気で2006年8月27日にはすでにほぼ完売してしまい手に入れられなくなっていた。監督人括弧内は当時所属していたチームや大学。選手年齢と所属は当時のもの。2008年に MVP のコービー・ブライアントをはじめ国際試合無敗のジェイソン・キッド、得点王のレブロン・ジェームズ、アシスト王のクリス・ポール。 リバウンド王のドワイト・ハワードも参加し、久々にドリームチームと呼べるチームになった。代表チームは2006年世界選手権メンバーが6人、含まれるなど、今までとは違い数年計画で練習してきており、ベストチームではない、特幹チームであるなどといった言い訳は通用しないものとなった。五輪前の試合も解消し、迎えた五輪予選リーグ初戦の相手は開催国のようアキラ。 率いる中国だったが、次々とダンクを決めるなど圧勝し、アンゴラ、世界選手権で敗れたギリシャ、世界選手権優勝のスペインにも圧勝した。決勝リーグ1回戦もオーストラリアに勝利した。準決勝は、アテネゴリン優勝のアルゼンチンだったが、相手のエースエマニュエルジノビリが負傷という状況の中、2番手のルイス・スコラに奮戦されるも101から81で、雪辱を果たした。 決勝は、スペインとの再戦になった。予選リーグとは違いかなりの苦戦を強いられたが、チーム得点王のドーインウェイドが奮闘し、前半を耐え抜いた。後半も相手エースのパウガソルや、ルディ・フェルナンデスらに苦しめられ、僅差まで追い上げられたが、コービー・ブライアントがフェルナンデスからファウルを受けつつ、スリーポイントシュートを決めフリースローも決める、フォーポイントプレイを成功させ、一気に、 流れがアメリカに傾いた。このファウルでフェルナンデスがファウルトラブルとなり有利になったアメリカがリードを守り118から107で勝利した。監督人格好内は当時所属していたチームや大学。選手年齢と所属は当時のもの。北京五輪で金メダルを獲得したアメリカは世界選手権の予選を免除された。アメリカは 世界選手権では1994年以来優勝から遠ざかっていた。当初北京五輪のチームからに3人が入れ替わるだけで大部分の選手は出場するものと見られていたが予定していた10人の選手すべてが怪我やフリーエージェントになったこと、休養、個人的理由などにより代表入りを拒絶12人の新しい選手が招集されたがスーパースターの不在に対して B チームとこきおろされた。またコーチがガードや経験の浅い若手選手を多くメンバーに入れてビッグマンが不足することも批判の的となった。大会ではスピードと運動能力に優れたアメリカは予選リーグでブラジル戦こそ2点差での勝利だったものの残る4試合をすべて2桁得点差をつけて勝利、決勝トーナメントでも55点差、10点差、 15点差をつけて勝ち上がり、決勝ではホスト国のトルコに17点差をつけて優勝、ロンドンオリンピックの出場権を獲得した。大会 MVP にはケビン・デュラントが選ばれラマー・オドムは同一年に NBA ファイナルと世界選手権で優勝した初めての選手となった。監督人括弧内は当時所属していたチームや大学。選手年齢と所属は当時のもの。 監督人括弧内は当時所属していたチームや大学。監督人括弧内は当時所属していたチームや大学。監督人括弧内は当時所属していたチームや大学。ありがとうございます。